皆さんおはようございます。今日も爽やかな素晴らしい朝を与えてくださった神様に心から感謝を捧げます。そして今日も皆様にお会いすることができることに心から感謝いたします。フルーツラジオご案内の中根美智子です。今日も聖書の御言葉を通して皆様にお話をしていきたいと思います。今日のタイトルは、私たちは神の作品。今日は神の作品というタイトルでお話をしていきますが、まず御言葉を何箇所かご紹介しましょう。エペソ2章10節です。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。マルコ2章30節から31節。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。イザヤ43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。最後に創世記5章1節から2節。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とをに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれた。それではここで一曲お届けしましょう。主の御腕の中で、ただあなただけを愛し、あなただけを慕い、あなただけに歌い、あなただけを愛す。
いし、あなただけをしたい、あなただけに歌い、あなただけを愛す。主の御腕の中で、ただあなただけが勝利、あなただけが望み、あなただけが平和、あなただけがすべて。今聖書の箇所を何箇所かお読みしましたが、神様が私たちを 神に似せて作られたということを聖書の中に書いていまして、本当に現実として神様は私たちを神に似せたものとして作りました。ですから私たちは神の DNA を持っています。本当に神の遺伝子をこの体の中に組み込まれています。ですから私たちは神様に似たものです。そして先ほどお読みしましたマルコ2章30節から31節の言葉で、神様は私たちをどのような遺伝子を持って作られたかというと、心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよと、このように神は愛の方であり本当に愛そのものですから、神様は私たちを愛を持って作られ、そして神様自身も私たちが心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、本当に全てを通して神を礼拝する、神を愛することを命令しています。でもそれが私たちにとっての幸いなのです。なぜかというと、神様が私たちを作られ、そのように作られ、そのようにすることが私たちが本当に命あるものとして生きることができるようになるからです。神のご性質が私たちの中に組み込まれています。私たちは神が作られましたから、神は私たち一人一人をとても高価で尊いと言います。私は先日お昼休みに、お昼を取りながらゆっくりリラックスしてくつろぎながら、賛美を聞きながらですね、過ごしていました。そうしますと聖霊様がこのように語りかけました。あなたは神が神に似せて作った高価で尊い存在、自分自身を決して悪く言ってはいけないと。びっくりしました。それを受け取った時、私は本当にハッとしましたね。私は神に似せて作られた高価で尊い存在ということをもうずっと前から知っています。もうこの言葉はもう本当によく知っている。ですけれども、あえてそれに対して念を押すように、そのことを聖霊様は再認識させました。それと同時に、自分以外の人のことに対しても、神が作られた神に似た高価な存在、愛すべき対象であることを心の深いところから語られました。そのことを神様はいつでも認めて覚えていてほしいと私たちに願っています。神はまず自分自身を愛するように、隣人を愛しなさいと言われました。これはとてもキーポイントです。私たちは時々自分のことを卑下したり、自分のことを過小評価したり、自分のことを本当にこういじめてしまいます。それが謙遜だというふうに勘違いをしてしまいますけれども、でもそうであっては私たちは周りの方々に正しく愛すること、正しく接することができなくなってしまいます。神があらかじめ私たちに行うようにと与えてくださった良い行いを備えられていますけれども、それを行うことができなくなってしまうのです。私たちのアイデンティティを神が創造された通りの形に
戻さなくてはいけません。悪魔は私たちにいつも神様が尊いということに対して反対のことを言ってきます。神様に似せて作ったということに対してまた反対のことを言ってきます。正しい愛を示すことができるようになるためには、まずは自分が神様に似せて作られた、神様に愛されている、本当に高価で尊い存在であるということをしっかりと心の奥底から認めて受け取らなければならないのです。悪魔はあなたを過小評価させ、卑下させ、それを謙遜と偽ってきます。自分自身は自分のものだと思い違いをして、自分を悪く思ったり悪く言いますが、それは神様はそういうことをするとき悲しまれます。なぜならば、人はすべて神が作った高価で尊い存在にもかかわらず、悪魔の偽りを信じて神に似たものとしての輝きを失っているからです。神様は今日あなたに、神様が神に似たものとして作った高価で尊い本当に輝きを放つものとして、そのようなものであるということを認めて受け取ってほしいと願っています。どうぞ今日あなたが本当にこのような欠乏意識を持っているならば祈ってください。神様はあなたを取り戻してくださいます。それではここでもう一曲お届けしましょう。To
かがでしたでしょうか。フルーツラジオ、今日は私たちは神の作品ですということを語りました。本当にこのことを深く理解して心の底から受け取るなら、私たちは自分自身をも悪く言うことはできなくなります。なぜならば神様が作った作品だからです。私たちは自分が何かを作り上げて本当にこの作品を愛した時に、この作品に対してですね、本当に私たちはこう心からの愛を示していきます。そしてその作品は、私はあなたに作られなかった、あなたのものではない、私は卑しいものだというものはないはずです。ですから私たちは神様が作ってくださった、それも神に似せて作ってくださった高価で尊いものだということを意識するならば、自分をも愛することができます。そして周りの人も同じように愛することができる。ですから神様はそのことを言いました。神様はまず神を本当に心を尽くして愛して、そして自分自身を愛して隣人を愛するように、本当にこれは私たちが生きる上での基本土台となります。今日あなたがそのことを受け取ってくださることを願い祈ります。神様はあなたを愛しています。イエス様はあなたのために十字架で死なれました。今日あなたがそのことを本当に心の底から信じることができるようにと祈ります。フルーツラジオ、お別れの時間です。それではまた来週お会いいたしましょう。皆様の上にイエスキリストにある平安と喜びが満ちあふれますように。それではまた来週。ご案内は中根美智子でした。さようなら。